石田、携帯見せろよ。いいよ。ちゃんと現世でも通信できるぞ。って画面白黒だけど。珍しいだろう。カメラもついてねえし、赤外線もねえけど。普通じゃ売ってないレアな携帯なんだってさ。いいだろう。古すぎてもう売ってねえんだよ。